小出さんもね、優勝されて。ああ、そうですね。長澤さんね。本当そうですね。はい、ああ、なんか声をかけてあげ、どんな声をかけてあげたんですか。うん、でもずっと本当に、ね。ああ、まあ、よかったねって言いました。はい。はい、ね、ようやくね、もうずっとね、育ててね。いい、ね、全然何も言わないですね。最初の1年目ぐらい。いや、それは大事なことですよ。最初のね、もう、はい、入学前からね、いろいろ。そうですね。ね、まあ、そこまでは。はい、責任じゃないけど、まあ、あ、そこそ こう軌道に乗るまではです、ね、あ、2年目3年目ぐらいからはちょっとおかしいなと思った時にちょっと言うぐらいだと、そんな、はい、ライブで見てらっしゃったんですか、このコレクション。これしたきつくてミッドナイトとモーニングばっかなんですよ。で、僕あの点数 もめちゃくちゃ落としてると思うんで、はい、最後はその、はい、ゴールデンウィーク1、2、3のミッドナイトが締めだったんですけど、はいはい、なんですか、朝方車で帰ってきたんで、はい、寝てました、ね、はい、寝て他の人からのコーチのこのミッドナイトで1、2、3で、はい、あ、はい、ミッドナイトですか、7、6、7ですよ、撮ったことないです。あ、ですよね、7、6、7って見たことないですよ。もう疲れ、もうミッドナイト疲れ、ね、ミッドっていう か、 そのなんかモーニング、モーニングでミッドナイト、はい、中3日でモーニングでミッドナイトです。ひどくないですか。めちゃくちゃね、発生ですね。ああ、うん、多分発生する方はあまり考えてないから、ね、なんでここまでの間に補充2回行ってるんですけど、あ、ね、それもまともに走れてないですね。なんか前回ぐらいはまあまあ良かったんですけど、はいはい、ちょっと呼吸合いませんでした。あ、ちょっとあのなんかそんな感じでしたね、あの子と、うん、今回と一緒の。まあ好きに走ってもらいます。はい、はい、別にこれといったあれもないので、うん、はい、そうですか。前の場合ではもう自力でね、明日じゃないけれども今後も佐世保でもね、1着まくって1着、2着、4場所前ですね。そうで、あ、感じいいなと思ったんですけど、ね、はい、そこからの7、6なのですからね、うん、ありえないですよね。深夜経理、お疲れ、お疲れがちょっと、いや、きつかったっすね、マジで。あの、ずっと5月の真ん中ぐらいまで、あとはボーカスに、今多少疲れは抜けてるんですか。まあいいと思うんですけどね。はい、明日走ってみないと分かんないですよ、その場にならないと。今回はね、もう日常日中経営なんで、そうです、パチッと集中できなかったんですよ、コーチは。はい、なんか集中力変えちゃって、明日走ってパチッと、はい、頭が集中できれば多分3日間は何とか待つかなっていう、はい、初日を初日を見て、はい、パーンならないと分かんないですなってからです、なってからです、わかりました、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、